はじめにサワダネを 60g 用意します。サワダネの作り方は説明欄をご覧ください。今回の種は仕込み当日にリフレッシュしたものです。今回は全粒粉サワダネを使用しましたが、ライ麦サワダネを使えばより味わい深い個性のあるものになります。残った種は冷蔵庫に入れましょう。サワダネは継ぎ足しを繰り返していけばずっと使い続けることができます。それではイーストを 0.5g、 塩を 5g 加えます。塩が塩辛く感じる場合は3から 4g くらいに減らしてください。今回はイースト、塩を先に加えましたが、水が先でもいいしどちらでも構いません。それでは水を 133g です。ここで水温についてですが、今回は常温の水を使っています。冬は30から35度くらいのぬるま湯を使うことが多いです。それでは軽く混ぜておきます。混ぜておくことでこね時間が短くても溶け残りの心配がありません。今回はこちらの粉、純強力粉を使いました。作りたいパンのイメージによって使う粉を変えてください。純強力粉を 220g です。先ほどのボウルに直接測り入れています。それではこねましょう。ヘラで混ぜ始めても、初めからスケッパーでもどちらでもいいです。自分のやりやすい方で始めてください。こね時間は 2,3 分です。特にハード系は短いこね時間でも十分良い生地ができます。初めはこのように粉気を感じますが、すぐに馴染んできます。ここでもっと水を足そうとしてしまうと、後で緩んで非常に扱いにくくなるので注意をしましょう。ざっと混ざったのでスケッパーに変えたいと思います。このように左右に揺らすようにすると簡単にこねることができます。スケッパーの丸みを使ってこのようにボール周りをきれいにしながら進めていきましょう。そこにくっついている部分も取り込んでいきます。それでは少し早送りをしたいと思います。このようにサワダネが入っているとイースト単独で仕込むより生地が少し重く感じると思います。粉も普段より少し多いので頑張ってください。先ほどこね時間が 2,3 分と言いましたが、これはあくまでも目安で、歯時計はざっとまとまる程度のこねで十分です。大体でいいので、このくらいのこね具合になるまで自分のペースでこねてください。それではスケッパーをきれいにします。このくらいのこね具合で十分です。ざっとひとまとめにしてカバーをして、ひとまず発酵を45分とります。28度管理が理想です。はい、それでは45分が経ちました。ここで1回目のパンチをしたいと思います。手に水をつけるとベタつかずに作業ができます。時間を置いたことでこのように生地が緩みました。今回のパンチは緩んだ生地を丸め直すようなパンチをしたいと思います。パンチをする理由ですが、第一に生地のパワーを強めるため、そしてコネが少ない場合、足りていないコネを補うという役割もあります。もしも初めのコネが少なくてこの時ボソボソっとしていたら、このようにもみもみとして生地をなじませながらこねるような強めのパンチをしてください。
それでは1回目のパンチができました。ここでボウルに油脂を振っておきます。今回はスプレー式を使いましたが、ない場合はサラダ油やバターなどを薄く塗ってください。それではカバーをして発酵を再び45分取ります。夏は室温で管理をしています。それでは45分が経ちました。ここで2回目のパンチをしたいと思います。この時ですが、ここまで膨らんでいないこともありますが、ここで発酵が完了するわけではないので心配はいりません。大きさをあまり気にせずにパンチを続けてください。1回目より明らかにふっくらしているのがわかると思います。2回目のパンチはこのように優しく丸め直す程度で十分です。それでは2回目のパンチができました。ボウルに戻し入れてカバーをして、ここから冷蔵庫に移していきたいと思います。冷蔵発酵を約3から5時間取ります。今回は野菜室を使っていますが、もし長時間外出する場合は野菜室だと発酵が進みすぎます。そういう場合は普通冷蔵庫を使って発酵を長引かせてください。ここでレーズンを蒸しておきます。レーズンについてですが、しっかりドライになっているレーズンの場合、直接生地に混ぜ込むとパン生地のパサつきの原因になるので、蒸してふっくらしたものを使います。蒸し器や鍋を使って蓋をして10分ほど蒸していきます。冷めたものを使うので早めに準備をしておきましょう。はい、それでは4時間後の様子です。ふっくらとして気泡も多く入っているのがわかります。ここから30分ほど室温に置いてから成形に進みたいと思います。もしもこの時ですが、もっともっと大きく膨らんでいる場合は室温に置かずにすぐに成形に進んでください。それでは30分が経ちました。野菜室で管理した場合や夏場は発酵が早いです。普通冷蔵庫で管理した場合や寒い時期はこんなに大きく発酵していない時もありますので、そういう場合は室温で戻す時間は長くしてください。レシピの時間通りにいかないこともありますので、大きさで判断するようにしてください。それでは作業台に粉を振って生地を出します。下側に粉を送り込みます。この時の粉は強力粉を使っています。台にくっつかないようにするためです。それでは少し粉を振ってガスを抜いていきます。この時ですが、横幅よりも縦に長くなるように意識をします。この時の長さは一応 20×30cm ぐらいですが、長さ幅は本当に大体で構いません。それではレーズンを巻き込みます。下の3分の1くらいは何も乗せずに、上の3分の2の部分にレーズンを乗せていきます。端まで均等に入るようにして軽く押さえておきます。上から見た様子です。それでは上側から巻いていきます。この時の巻きの回数や強さは自由です。なんとなく丸みを持たせながら巻いていきます。なぜ下の3分の1を開けたかというと、レーズンを中心部に閉じ込めることで焼成時にレーズンが真っ黒に焦げる部分をなくすためです。もちろん焦げたような味が好きな方もいると思いますが、一粒も焦がさずに包み込む感じはなかなか気持ちのいいものです。それでは最後を閉じ合わせます。この時台にくっついている時は無理に剥がそうとせず、このようにスケッパーを使って優しく剥がしてください。
とじを軽くつまんでおきます。粉を振って形を整えます。転がして左右のバランスを整えておくことで綺麗な仕上がりに近づきます。とじは下にします。これで成形ができました。それでは発酵容器の準備をします。容器にキャンバス布を敷いてこのように溝を作っておきます。生地を容器に入れます。ここで形を整えておくことも大切です。このように溝にゆとりを持たせておきましょう。それでは蓋をして最終発酵を60分から取ります。発酵時間はサバダネのパワーや気温などによっても前後します。それでは60分が経ちました。ふっくらとしています。こちらが発酵前、こちらが発酵後の様子です。イーストを併用しているときは特に発酵が早いです。夏場など途中途中で様子見をして発酵オーバーに注意してください。発酵の見極めですが、触ってみて芯を感じるようなら発酵不足、指の跡がはっきり残るようなら発酵過多になります。それでは焼く準備をします。牛乳パック2枚重ねにオーブンシートを乗せます。牛乳パックは生地をオーブンに滑り込ませるときに便利です。それではプラスチックまな板などを使って生地をすくい上げます。そっとオーブンシートに乗せます。この時歪みがあるときはこのようにまな板を使って形を整えておきます。それではクープを入れます。入れ方に決まりはありませんが、今回は刃先を90度に立たせた状態でカットを入れました。表面の部分にはレーズンが入っていない成形なので、このようにレーズンは中に閉じ込められた状態になっています。スチーム用に水を 80cc ほど用意します。スチームが心配な方は霧吹きをしてから焼いてください。オーブンは天板1枚、タルト石とともに最高温度に予熱しておきます。それでは焼きましょう。熱い天板に生地を滑り込ませます。すぐにタルト石めがけてスチーム用の水をかけ扉を閉めます。そのまま4分放置します。4分後、温度を230度に下げ14分から様子を見ながら焼きます。残り 2,3 分ごろ天板を前後入れ替え焼きムラを防止します。必要があれば焼き時間を追加します。それでは3分追加して17分で焼けました。今回のようにレーズンが入っている場合や具材が多い生地の場合は、一見焼けているように見えても中身がしっかりと焼けていないことがあるので注意をしましょう。このようにコンコンと適度な軽い音がすることや、持った時にずっしりと重すぎないということもしっかり焼けているかどうかの判断基準になります。それでは翌朝の様子です。サバダネのパンは冷めて落ち着いてからが食べ頃になります。カットをしてみましょう。中身はサバダネの旨味とイーストの軽さを合わせ持ったような内臓になっています。薄めにスライスしてリベイクするのがおすすめです。最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。